アップル A6 はアップルによって開発及び設計が行われたソックである。2012年9月12日に iPhone5 にて初めて採用された。アップル A5 との比較でアップル A6 は2倍、アップル A5X との比較でアップル A6X は2倍速くなったとアップルは主張している。本校では GPU の性能を向上させたアップル A6。 X もまとめて記載する。Apple A6X チップ Apple が設計した ARMV7 の2コア CPU を採用している。CPU のクロック周波数は iPhone 5が 1.3GHz、iPhone 5C が 1.25GHz、iPad が 1.4GHz。命令セットは Apple A5 に採用されているものに加えて ARM Cortex A5、A7、A15 で採用されている。 VFPV4 を含む ARMV7S。GPU は Apple A6 では Power Bihar SGX543MP3 266MHz。クロック周波数が上昇しているため iPad で採用された Apple A5X と同等の性能になっている。Apple A6X は Power Bihar SGX554MP4。メモリは アップル A6 は LPDDR2 から1066。バス幅は64ビット。メモリ帯域は 8.528GBS。iPhone の iPad では1イ b 搭載。チップの面積は、アップル A6 は45ナノメートルプロセスで、製造されたアップル A5 との比較で22%小さい。ありがとうございます。